コザの裏側？魅力あふれる沖縄市コザを紹介します。コザの裏側、定番からディープなところまで地域のみんなもひっくるめて楽しくお届けします。とにかく見ればわかります。コザに遊びに来たくなっちゃうよ。コザの裏側。さあ今回のコザの裏側ですね、はい、バズったってわかる？わかりますよ、もう、ね、まあ、若者がよく使う、いわゆるなんかこう、うん、バズったってことです。まあ要するにこう、たくさん見られたという回ね。まあ、まあそういうことです、はい、ね、いっぱいの方たちが再生をね、たくさんしてくれたということで、はいはい、今日はですね、まあトップ5をバズり回をじゃあ振り返っていくわけね。一応ちゃんとナンバリングも ありますんで。ああ、なんかあります？これかなっていう。ああ、一時期だからあれがずっとトップだったなっていうのはあるので。あれでしょ、うん、多分あれはもういろんな人からよく言われてたんで、おそらくあれは入ってるだろうなと。う5位から。5位から、あ、5位から。結構 見られるのね。そんな感じで今回はダイジェスト、ベスト5をですね、はい、お届けしたいと思います。じゃあまずは第5位。さあ、宮島はどこかな？ここだよ。中野町青年会の皆さんです。また会長っていうのを決めるのもさ、これって何？なんか総選挙的な？バレンタインデーで誰が一番多くもらったかっていうので、決めてるので。彼女できた？まだです。この青年会の中で一番誰が好き？みんな。あ、いいですね、素晴らしいね、みんな好きってよ。じゃあこれあげる。ありがとう。テレア青年会の皆さんです。イエーイ。はい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 。どうですか、テレア青年会の今は？楽しいです。もうこれからどうなりたいですか、テレア青年会は？一番の青年会になりたいですね。伝えるとしたら一言で、エイさんの魅力とは？肉体労働です。松本青年会がですね、ここで練習をしているということで、沖縄市陸上競技場にやってきましたよ。本日休…え？あれ？休館ビデオ？あれ？あれ？松本青年会、はい、あれ？ちょっと練習 3名しかいないの？終わったよ、練習終わりました。もう終わった、終わった。え？終わった？遅い。取り方食べる？中野町で松本行けなかった松本。いや行ったんだよ。遅れて言ったの。町館T しか帰ってるさ。いや怒られたな。そりゃそうでしょ。思い出したな。なるほど。もうすぐ4位行っちゃうの？あ、もう4位？あしゃくが5個もやるからだよ。じゃあ次行きましょうか。行きましょうか。はい、それでは第4位、はい、てなわけでやってきました。イエーイ、よかったな。イエーイ、よかったな。イエーイ。合わせにやってきましたよ。合わせです。今日はね、一発目は合わせかじ合しますね。するね。うん、いけにえ、ちょいちょい、頑張れ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 。あ、いけすか、いけすの銀次さん来た、来ました。相模それ最高最高、いいね。歯ごたえもいい ね、おいしい。歯間ブラシあるかな。これいいね、これマイク。じゃあ1曲どうぞ。歌り、さあそれでは入っていきましょう。パンカイパンカイ。あー、いいね、いいね、雰囲気がいいね。まずいいね、絶対成功しますよ。いやこれいいね、だってもう見てごらん、もう含み耳だよ。そこそこから入るの？マジで。そうだったんだみたいな感じになってるし。え、ちょっとせっかくだったらミキトにカラオケ今日持ってきてないの？あー持ってない。でも私別に曲とか出してないし。あ、そう。歌手じゃないから。まあいいや、このくだり。実は一元さんお断り。あ、入れません。入れ、これなんか理由あるんすか？うん、めんどくさい。とっても滑らかですね。でね、うん、そんなにかしこまって飲まなくてもいいんで。おいしい。でも小指小指立ってるよ。ビジュルの、あ、ほんとだ、やっぱ合わせといえばね。でもビジュルってこうだからじゃないですか。そう、商売繁盛ないのって言われたらないって。もう今ではね、引っ越ししちゃったのかなとかね。そうそう、ありますけども。うん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 。でも増えてるもんね、確実に。間違いなく。そう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 、合わせだけ取ってもね、消えては出てきて、消えては出てきて、そうやって時代は流れていくんです。僕らもなんかこうやって見る機会があまりないからね。そう、ちょっとさっきからなんかムズムズする。そう、ムズムズする。はい、そう。
サインも見てみます？サイン行っちゃうのね。はい、行きましょうか。ここ飲み編がやっぱ強いのかな。やっぱそんな感じがするよ ね。さあ続いては第3位来ました。じゃあということで初めてのロケ、テンション上がった。ちょっと待って、聞いて聞いて、あの小座の海っていうのはまずこう俺にこう従ってもらって、こういやいや、A ボートさーちゃんです、どうもみなさん、中野町やっけマイホームタウン。珍しいね。本当に久米島ズ久米さんって書いてある。まんまだね、そこは、うん、じゃ結構きついというか、40って書いてあるもん。わお、私言わせてどうするな、まあどうもしませんけど。あ、しない。小座の飲み方っていうのは何だった？はしごだ。そう、はしご。いいよったよ。しゃー、さあ来ましたよ、2軒目。はしごだから。はしごですからね。何やらなんかそう、にぎやかな音も聞こえてきましたけど。すごいすごい。うん、工業をやってまして、もともとは沖縄のプロレスっていう団体があったんですけど、団体がスピードミーさんがちょっとイラストリオみたいなんですよ。ミーさんかな、ミーさん。なに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 よいしょ、熱いよ。どう、ミクさんも来てる。どんな具合のミックスなんですか？完全なるミックスですね。どういうことよ。男性と女性のハーフ。元々、なるほど、もともとっちゅう、もともとこっちの分離だったのがこっちの分離の方にみたいな。そうですね。はぁ、負けてるし、私負けてる、負けてる、何が負けてるか俺言おうか、うん、はい、おっぱいだわ。やだ。なんかどんどんしてる。お邪魔します。大変なことになった。宮島さん、宮島さん、宮島さん、豚バラ聞こえた。おすすめな女の子です。どうもー、どんかちゃん。どんかちゃん、目に蝶々ついてる。豚香るとか言って、豚が香る。無理あや。そうなんです、トンカちゃん、うん、元気かしら、見てる。ほんと、トンカちゃん元気。私は元気です。 あれさ、本当にこの回は、うん、あのオンエアしてからの周りの反響がものすごかった、うん、すごかった。あのお店は何だと、ね、沖縄市は何なんだと。そう、どこにあるの、システム教えて。そう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 。いっぱい問い合わせあったもんね。あったよね、うん、だってもう何年も経った今でも私たち、うん、やっぱ一番最初あれ思い浮かぶもんね。浮かぶ。再生回数が、ね、収録時点で、収録日の時点で2万回、2万ちょっと。あ、すごいね。もう2万もいってんだ。いや、話尽きないですけど。尽きないですけど、尺が足りません。続いていきましょうか。続いては第2位。ウサギソーレ、ウサギソーレっつったね。はい。え、いつも言うのこれって。いつもは言わないですね。ポザの醍醐味は？はしご。こんばんは。こんばんは。初めましてじゃねえよ。同級生なんですけどもこれ。今日ね、夜の中野町の楽しみ方を。しげ、あれ？いない。いない。トモ、本当何人なの？これよく言われるわけ。まあまあ、お父さんだ。ちょっと飲み直そう、飲み直そう。やっぱ締めはバーだよね。今も恋してます？毎日してます。いいなぁ、毎日恋してるみんな。もう誰に言ってんですか？いやいや、視聴者に。誰に？いや、あそこのスナックはね、全員同級生でしたからね。割った夫も言ってるよ、いまだにまだ。あ、さ、何年前の話だから。すごいな、中学生の頃の彼女たちと僕はバスケットとかやってましたからね。今では何の玉遊びしてるの。こらこら。でもスナックにさ、うん、そういうテレビが行くっていうのはちょっと画期的じゃない？当時はね、今でこそ小座が普通になってるさ。そうだね、うん。あ、チャレンジしてたね。今のが27,000。すごっ、すごっ。じゃあ次1位は何回なの？34,000。はあ、すげえ、ぶっちぎってますね。ね、ぶっちぎりだね。すごい。何でしょうか。それではいきましょうか。はい、それではいきましょう。栄えある第1位。これちなみにこれがあのキリバ8番
8番の切り場で来たんです。どういうこと8番？8番あなんかこれ12番、はい、あるんだ、はい、いや彼のことを一言で表現したら何ていう言葉になるでしょう。そば魔人ですかね。あそこは素晴らしい素晴らしいと言ってほしかった。ありがとうございます。言わない言わない言わない。いや僕は知ってました。ケミちゃん知ってます。ケミちゃんお久しぶりでございます。はい、よろしくお願いします。探りそーりー探り探りでありがとうございます。ケミちゃん久しぶりだね。はい、元気でしたか。そうですね、はい、ね、はい、ちょっとスープ飲んでみてください。まあ、細瓶ですよこれ、うんうん、そうコントクテナント。あ、優しい優しいですね、このカツオのすごい風味が強くて、うん、キミちゃん最高ですよ。キミちゃんこれどねで作ってんの。うん、おしゃれキミちゃんですよ。一番の一押しメニューは、うんうん、キミちゃんなんですよ。そういうことね。そうなんですよ。そういうことね、そば、うん、もいいけども、一番美味しいのキミちゃんです。この丸い顔ね。小林さんちょっと待ってください、はい、お、これ俺ちょっと見た感じでもすでに知念さんのとこでしょ。おいやすごい、さすが面白いですね。面白いです。番組に何か彼見た覚えがねと思ってよく、ああ絶対誰かと間違えてると思う。素晴らしい日々。ああ、そっちか。ああ、そっか、ゴヤさんすごい強いな。うん、これは認めたくないけど、うん、認めないといけんな。そうだね、1位のこの回はね、うん、第120回ですか、はいはい、松屋食堂のきみちゃんもね、そうだよ、うん、映像がそうだよ、ねえ、ね、この映像さ、もう何年も前の映像でしょ、はい、あれ見ても今もまだきみちゃんがはいはいって言って言ってくれそう、なんか言ってくれそうな、ね、とっても空気感があるなってちょっという気持ちで見ちゃったね。視聴者が見てる、うん、こうなんていうの、おすすめ会みたいなのを紹介もしてみたいな、ね、あると思うよなっていうの、そのバズってないやつをね。そうバズってない、あのなんだろう、語弊がある。そうじゃなくてなんだろう、うーんと面白いよ、もっと知って、ね、みたいな感じかな。そうね、じっくりあの3週ぐらいから面白くないやつあるから。はい、ってなわけでございました。面白いね、面白いね。あ、改めて見返すと非常に面白い。うん、うんうんうん、いやー、なんか本当僕らも変わったしね、なんか雰囲気。あ、そうね、ね、わかったな。肌の弾力がよ、やっぱりカメラ見てても違うね。そう、お、5年前とまあ違うよ。お金、あの時あんまお金が来てなかったけどピチピチしている。待って、ちょっとよく見して。やめて。本当だ、やめて。怖いからやめて。いやいやいや、いやでも本当になんかでも落ち着いたね、うちはね。そうかな、まあまあ落ち着いたっていうか、そうね、なんだろうな、いやでも綺麗だよ。いやいや、それにしても綺麗だよで思い出したけどさ、なんでしょ、あの3位のあのトモカちゃんの時があったでしょ、あの、うん、ユーリさん本当に綺麗だったね。もう本当目のやり場に困りましたけど。でもあれはもう見ていいやつだから。あ、そうかそうか。私が言うのもなんだけど。私のものじゃないんであれなんですけど。そうか。うん、いやちょっとまた改めてね、毎回こうほら僕がリードするみたいな、こう紹介するみたいなのがあったから。あ、そうですね。今度はミキトニーが紹介するみたいな、そういう流れが。やりたいやりたい、ね。宮島さんにおすすめのはしごみたいなのとかね、いいかもしれない。とかとかとか。でほら金里さんもさ、よく私たちアテンドしてますけど。そうね、うんうんうん、いや金里ちょっと出過ぎかもね。わかる。あ、じゃあそんなんで言ったらゴヤさんもさ。まあそうだけどね、いやちょっとなんか新しいゲストも欲しいよね。あ、やばい、僕らが変わる可能性。それ言ったらドキドキするからマジで。いやいいね、いやいいですね、はい、バズり会。キャラクター企画中です。キャラクター、健康オカミっていう。健康オカミ、へぇ、へぇってなった今。うん、分かんないけど。だんだん適当になってきたな。いい、本当よね。いやでもこうやって瞑想して瞑想して瞑想して6年目に突入しております。そうね、はい、まあ、とにかく思考を止めないでね、おバンバン新しいの探しに。そうですね、行きましょうよ。はい、ね、もう、あ、とりあえず皆さんもだからあの YouTube ね、ウェブで、うん、講座ウェブで検索して、はい、あのいろんな講座の情報をまだまだゲットしてください、うん、YouTube 面白いよ。ぜひ、そして足も運んでください、ね、よろしくどうぞ。